台風6号の影響で食料品などが不足している沖縄に、日本航空が緊急物資の支援を行います。日本航空が運ぶのは、カップ麺やレトルトカレーなど10トントラック6台分の食料品です。沖縄本島のイオン7店舗などに届けられます。日本航空とイオンは2016年に災害時に緊急物資の輸送を協力して行う取り決めを締結していて、これまでも北海道胆振東部地震などで物資輸送を行ってきました。沖縄への支援は初めてということです。